か。そうでしょ。ほんだまあまあ行こうか。じゃあ第5位と第4位、皆様からの投票が多かったやつの第5位第4位を続けてやりますのでよろしくお願いします。
ありがとうございました。第5位が古い日記、和田アキ子さん。第4位が白い小鳩で、元は首里英子さんなんですけど、うちは椎名林檎さんがやってるバージョンでやりました。これが第5位第4位でした。ごめんなさい。 ありがとうございます。あの、あかんな、声がやばいね。いやいや、いかんね。あ、ほんまか。ポジティブやな。それぐらいがちょうどええのか。え、どういうこと。ボリューム的に。ちょっとおとなしになるんじゃない。いや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 、まあ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 。そしたら、ここで、次第3位第2位に行く前にですね、まあ、恒例のメンバー紹介させていただきます。よろしくお願いします。今日は12月で年末ということも差し迫ってきました。早いね。で、あの、ちょっと コーラス小さくなかった？もうちょっとマイクあれじゃないですか。コーラスの音上げてください。いやいやいや、なんで疲れてんの？忘れて、とんでもないね。ねえ、なんかね、あれ入ってないなと思いながらね。まあ今日結構ね、ありますけど。ほな、あの、レコード大賞とかって今もやってるんですか？今もやってます。その思い出に残ったレコード大賞の曲って何かあったら言ってみてっていうことで、一人ずつあのお題をつけて言っていってもらいます。ちょっと巻きながらいきます。いいですかね。もう、じゃあしげ様お願いしていいですか。危険な二人見てませんけど。拒否られてますけど。一生懸命喋ってる。危険な二人。危険な二人。あのジュリーのありましたっけ、レコード大賞。知らん。あれ大丈夫ですか。まあ、自分の中ではレコード大賞なんでね。今日結構あのフォークしてるんですよ、風船メンバー。いやね、危険な二人がレコード大賞取ってた気がすると。じゃあ、ギターのしげにでーす。さっきいじられてましたけど。じゃあもう順番にいきましょうか。何かあります、思い出に残ってるレコード大賞。あのね、はい、ほんまね、あの、あれです、勝手に仕上がりね。あの、僕小学校5年か6年かな、忘れたけど、それぐらいで撮って、うん、その後、あの、マッチがギンギラギンにさりげなく。そうですか。あれ撮ったのよ。あ、ほんまですか。うん、あれはもうよかった。昨日テレビ出てたよ。これちょっと待って。そんな後で出てた、出てた後で話しようか。出てた。あー、ほんまか。昨日白木屋で見た。それは FNS ですよ。あ、火曜マッチ出てた、ね、打ち上げの時にでしょ。昨日のむちゃかっこいい。北さんです。来たらお願いします。あ、これ入るはずなんですけど、はい、喋るのに。うん、そうですよ。すいません、小野さん。あの鐘、あの鐘。あの鐘を鳴らすのはあなた。あ、和田アキ子さんですね。レコード大賞取りましたっけ。あの鐘の気がするね。取りましたっけ。あの鐘はもう返したで。え、歌唱賞取りました。取りました。歌唱賞取りました。そうです、あの鐘は返した。返したで。もういい。じゃあ、ケンゾーさんです。ベースのケンゾーさんです。じゃあ同じので、はい。やっぱりエピソードも込めて、やっぱりマッチの愚か者ですね。愚か者。やっぱりあの涙をこらえながら歌うマッチ。あー、もう、でもそれって結構覚えてますよね。私もめっちゃ覚えてますけど、まさかマッチ知らないとかいう人いませんよね。いなさそうですね。え、愚か者ね、うまいね。後で歌うとこ。あー、振ってしまいましたね。では、鍵盤のウータンです。私はこれレコード大賞か優先大賞か忘れたんですけど、マルシアが振り向けば横浜でなんか撮ってませんでしたっけ。知ってます。あ、みんな知らんねや。あの時むっちゃブラジルのおじいちゃんと電話でつながってて号泣してたんですよ、マルシアが。マルシゲじゃない、それはあのお菓子屋さんと思うわ。むっちゃ泣いてたんですよ、あれ。しばらく真似してました、私、おじいちゃんの真似を。それ布団か。マルハチは布団でしたっけ。なんだよ。じゃあ、ボーカルみゆみゆです。こっちが本職です。え、なになに。いやいや、マルハチは小錦が宣伝してたね。なんもみゆみゆと関連してないよ。後で教えてな。後でボコるから。ボコりすぎて太ってもた。余計なこと言いなよ、今ちょっと笑いで終わったの。